はい、行きましょう。縄張りバトルマッサバ海峡大橋。今回はバケットスロッシャー使います。いやー、ちょっとね、試したくなったわけです。バケスロさんね、すげー久々に使うけど、バシャバシャやっとるときは遅いんだな。当たり前か。うん、なるほどね。かー、マジか。スクイックリンかー、厄介だなー。お、倒した誰か。危な、危ねー。あ、間違えた間違えた間違えた。クイックボムのボムラッシュを撃とうとした今くらー普通にやられたんですけど大丈夫。おお、また危なー。やばい、くわー。さあ、ちょっとこっちから抜けよう。ははは、さあ16か、熱いね。よいしょ、あぶねー。おお、待て、あぶなー。負けたか。うわー、でも動きにくいなー。スプラシューターに慣れとるけ、ちょっと動きにくいなー。まあでも、もうちょい使ってみようか。ちょっとね、あんまり普段使わんけ、もうちょい使ってみよう。やっぱあのシューター系に慣れとるとさ、敵に撃たれて足元がぬかるんでもさ、バスッとちょっと足元塗ればなんとかなったりするけどさ、こういう武器だとそれがちょっとね、ちょっと難しいよね。あの、一発バシャってやったら足元も濡れ、足元のとこも一応なるんか、なんかなったような気がするよね。ちょっと後で試してみよう。結構届くんだよね。ああ、終わっ、バサってなり終わった時になるのか。危なあ、危なあいつ嫌いだわ。どこにおる。ああ
っと、ナイス。今回は結構攻めてんな。なんかいい感じだね。あ、どこ行った？あー、マジか。危ないです。危ない。危ない。危ねえ。かー。出るかな、ここ。よいしょ。いいね。おお、待て待て待て。あぶね。うわ、ナイス。いいね。よいしょ。こっち行っとこうか。死ぬ前に使っとくよ。おほう。よいしょ。普通に死んだ。そっちかー。そっちだったかー。みんなゴリゴリ行くな。なるほど。戦い方を覚えれば、なかなか射程距離もね、あるし、攻撃力も高いし、なかなかいいかもしれない。よし、じゃあ終わりましょう。ありがとうございます。